やる気のない子にやる気を出させる方法。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル。今日は質問をいただきました。鹿児島県在住42歳男性、専門学校の講師をしていますが、生徒にやる気がありません。大学に行けなかった子や親に言われて無理やり通っている子が多く、勉強のモチベーションが非常に低く困っています。こうした子どもたちにやる気を出させる方法はないのでしょうか、という話ですね。はい、あります。まあ、学校の先生に限らずですね、例えば親御さんが自分のお子さんにちょっとこう勉強を教えたり勉強させたりする時なんかも同じようにね、使える話なので、ぜひ参考にしていただきたいと思うんですけども、最近話題になっているアクティブラーニングっていうのがあるんですね。普通の授業っていうのは席に座ってですね、話を聞いているだけの消極的な学習といいましょうかですね。受講型の学習っていうのはただ座ってるだけで先生の話を聞くだけなんで、一生懸命聞いてる子もいるかもしれませんけど、右から左に抜けてる可能性もあるわけですね。このアクティブラーニングって何かっていうとですね、まあ、積極的な学習と言いましょうか、子どもたちが実は先生になってですね、子どもたち同士が教え合うとかですね、子どもたちがこう自分でどうやったらそれを学べるのかってことをプログラムや方法なんかも考えながら積極的に勉強に取り組んでいく、まあ、分かりやすくと教え合う仕組みと言いましょうかですね、それがアクティブラーニングというものです。これがですね、今文部科学省の方で新しい教育指導要項の変更に向けてですね、このアクティブラーニングを非常に推奨する動きというのが今出ていまして、まあ、国を挙げてですね、取り組んでいこうということで、すでに取り入れている学校の先生なんかもいらっしゃるようです。アクティブラーニングしてどうですかって話をよく小学校の先生とか中学校の先生から聞くんですけども、子どもたちの目の色が変わると思います。まあ、普段ぼにゃーんとしてですね、あるいはどよーんとした感じで受講している子どもたち、あるいはちょっとどちらかというと普段成績が悪かったりですね、あまり勉強熱心じゃない子どもたちがですね、いきなり自分がこう教える立場になるとですね、目の色が変わるというんですね、積極的に自発的にですね、そのアクティブラーニングの授業に取り組んでいくということが言われております。面白いものですね。不思議ですね。基本的に勉強っていうのは面白いものなんですよ。好奇心を刺激しますし、学ぶということはとても楽しいものなんです。ただ受講型のただ話を聞いてるだけの授業っていうのは、まあ、つまらないというかあまり面白くないんですね。でこのアクティブラーニングっていうのはこれから多分ね、全国の小学校中学校あるいは高校などの授業でもですね、アクティブラーニングっていうのはどんどん取り入れられてくるとは思いますけども、これ非常に面白い勉強法の一つではないかと思っています。まあ、私の覚えない記憶術の中でも勉強法記憶術といってですね、勉強会みたいなものを 4,5 人で開催してお互いに勉強を教え合うのが非常に効率的な勉強法ですよ、効率的な記憶術ですよってことをねお伝えしてるんですけど、まさにそれとね同じようなことがアクティブラーニングということです。ということで、このなかなか子どもたちが意欲を出さないと困ってるね先生の話ですけども、やっぱアクティブラーニングをうまく導入していくとですね、多分今よりはもっとやる気を出してくれるんじゃないかなと思います。